イエーイ。ちょっと音は切りつつやっていきます。聞こえてはいけない音が鳴ってしまうかもしれないので、あ、でも後でゆうなと一緒にショールームするので、その時はちゃんと音を出します。今はちょっとその前にちょっとだけやろうと思って、自分の配信を、あ、でも今は多分大丈夫か、音鳴らないから。今日も稽古です。今日は朝からレッスンして、その後稽古して、またこれからちょっといろいろあるので、今日は長丁場です。もう最近はずっと長丁場なので、どこにも行けないんですけれども、充実しております。本番まででもあともう1週間切ったので、てかゴールデンウィーク昨日で終わったんだね。もう今週、来週か、来週ですね。頑張ります。あ、みんな TikTok 見てくれましたか。 TikTok 乗りましたよ、ついに私の彼女感ある動画が。マネージャーさんと海で撮影しました。ぜひいいね、いいねをいっぱい押してください。もう最近はね、早起きして朝も、あ、夜も遅くて結構ね大変なんですけど、でももう今週頑張れば楽しい本番が始まるので、もう今週1週間は本当に頑張らないといけないですね。今週はでも天気お姉さんもあるので頑張ります。見てね、11日かな、お天気お姉さんあるからね。今日のご飯は何を食べたかと言いますと、何食べたかな、今日はおにぎり食べて、でなんかひーちゃんがくれたおかゆ食べて、でお菓子とかパンとかいっぱい食べました。ちょっと音切ります。
皆さんちょっと待ってください。はい、ちょっと待てよ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 、ちょっとせかすな。ゆうなでーす。ただいま。復帰しました。復帰初のここ。どうも。復帰初でーす。イエーイ。痩せたらしい。痩せた？うん。痩せた。みんなに言われる、痩せたって。痩せました、ゆうなちゃん。ゆうなが減りました。悲しい。悲しいね。この地球上からゆうなが減った。そうだよ。はい、始めました。続いてのイエーイ、イエーイ、ゆうなおかえり、ただいま、ありがとうございます。復帰しました。無事療養期間を得て、今日どうでしたか？どうでしたか？あの、ひこもりのひこもり生活ですか？いやしんどかったですけど、うん、でもやっぱ今日久しぶりにみんなに会えて、うん、いいなって思いました。すごい終始にやけが止まらなくて、うん、ずっと元気で。みんな悲しんでたよ。本当に？みんな言ってた。本当にコロナだって。うん。そっか。
本当です。そう、でもみんなに会いたかったよってお世辞でも言われて、お世辞かわかんないですけど。いやいや、だってもう、ね、一番会いたがってたからね、ちょっと。だってさ、あれだよ、いろんな人が言うなのさ、大学をやってくれて、そう、本当に早く来いよって思ってたよね。でもめちゃくちゃ申し訳ないけど、でもなんかよかった、やっててもらって、今日やってめっちゃしっくりきた。本当、うん、それならよかったです。ありがとうございます。よかったです。痩せたってさっき言ってた。自己紹介しようよ。はいよ。はい、チームメイト岐阜県代表21歳ハットリムです。よろしくお願いします。やーい、はい、はい、千葉県代表石川瀬、はい、23ぐらいです。お願いします。ゆうななせです。ゆうななせです。見えても仲いいです。なんかこうどう見えても仲いいんですけど。はい、何喋ったの？まだ、いや、全然いいですよ。もう自由な感じですよ。じゃあどうですか？稽古？あ、今日の稽古どうだった？カンペがあるんですね、嬉しい。今日の稽古。なんか私は稽古演もあったから、本当に多分2週間くらいこの稽古に参加してなかったのね、うんうん、だから本当に2週間ぶりとかの稽古だったんだけど、なんかさ、あの、なんですか、道具？大道具とか、それ台とか、うんうんうん、小道具とかも、あ、そっか、見てない、初めて見たよ、初めて見て初めて触れたから、うんうん、すごいなんかこういうの持ってやるんだとか、うんうん、まあなんか可愛いなって思ったのと、うん、衣装は見たの？衣装も見てないの。あ、見てない。誰がどの、あの時もなんか完成形なのかも分かんなくて、だから衣装通しとかもまだ、ね、できてないから、うんうんうん、すごい、なんだろう、ちゃんとみんなの完成した話とかを見てないから、すごい楽しみだなって思います。今日もちょいちょいみんなの稽古してるとこ見て、うん、なんかここ、あ、こういう風に変わったんだとか、すごい新鮮でした、すごく、ね、です。明日、それ言っていいんですか？明日は衣装通しだそうです。え、でもね、みんなもうやってるんだもんね。やった、昨日やった。どうだった？でもね、いや、私は本当にね、男役。そうだよね。そう、楽しみ。なんか、男役だもんね。見るからに男の子になるんで、ね、それはちょっとね、楽しみにしててほしいけど、恥ずかしい。なんかでもなんかすごいさ、シュッとしてるからさ、すごい似合いそう、男の子の。本当に？すごい、なーちゃん自体がすごいさ、そんななんか男の子っていうイメージがないから、すごいなーちゃんの新しい一面が見えるんじゃないかってちょっと楽しみです今。ゆうなもどうですか、私のアンドロイド、アンドロイド彼氏の。あ、そう、一緒だよね。そう、一緒なの。え、でもなんか笑った、なんかゆうなっぽい、うん、ぽい、役的には。そうなんだ。なんかよく言われてた。あ、ほんと？うん、ゆうなっぽい役だねって。普通にゆうなの実は話で思ってもおかしくないくらい、なんか馴染み、ゆうなっぽいんだね。そういうところをね、見ていただけたら嬉しいな。じゃあ、はい、あとね、まあペンライト、あ、そう、ね、持ってきてほしいんですけど、公園で。うちわはダメなんだ。うちわダメ。うちわは使用禁止だけど、ペンライトを使う時が来るかもしれない、うん、絶対持ってこいって。はい、マネージャーさんがカンカンに怒ってる、うん、そこでビッグマークがついて、ぐちぎる、ニコニコニコ笑っちゃう、ね、カンカンにもう、ね、怒りのマークがついて、はい、だから絶対持ってきてください。いや、でも本当に持ってきた方が重要、ね、なんか自分も楽しめるよね、うんうんうん、そう、うちわはダメだけど、うん、ペンライトはいいよってことなんで、ライブでもね、使えるし、ね、そうそうそう、でも、そのね、まあ、あんまり言えないけど、劇中でも、ね、あ、そう、もしかしたら、ね、もしかしたら、ね、使うかもしれないんで、でも、やっぱ、あった方がすごい綺麗に見えるからね、うん、楽しみに、楽しみに、
2本でもいいんですか？2本でもいいだし、3本でも、4本でも、5本でも、6本でも、多ければ多いほど自分は目立つんじゃないでしょうか。すごいことになっちゃう、もうみんなボンボンなのちらしいです。はい、そして、あ、あとこれ、これを、あ、それいいんだ。これは、こちらは何でしたっけ。あ、2枚400円で売ってる写真。めっちゃこれみんな可愛い。ネットでも劇場でも販売される。そうなんです。見せていいんですか。ティーン、ティーン。ちあちゃんは水色、水色です。ゆなは写真お読みなんかさ、すごい、なちゃん水色好きだよね。うん、なんか嬉しかった。ゆなも紫好きだった。うん、嬉しかった。じゃあ、かわいい。これは2つで400円、劇場とネットでも販売されるそうなので、みんなの分あります。みんなの分あります。あれ超大きさにして、ね、本当にみんなさ、写りいい ね、かわいい。なんか雑誌の切り抜きみたいな、10代ピン雑誌みたいな、本当にかわいいです。これは全部集めたら神経衰弱ができます。できない。え、かわいいね。できるかな。確かに人と人でやればいいかも、うん、これはあの個人で売ってるんですよね。個人用なんですけど、ランダムのもこれか。うん、あ、それ見たい。ランダムの生写真もあるし。これはおいくらなんですか。1枚200円。なるほど、お手頃。お手頃。でも誰が出るか分かんないってことですよね。探すの大変ですね。探しといて。探しといて。ちょっと待って、私が欲しいこれ。地にいないんじゃない。え、なんかめっちゃ漏れてる。みんな漏れてます。みんな漏れてます。こっちにいないです。え、これ欲しいんだけど。これはこれもらえますか、私たち。で、欲しいね。あ、いただけるって。これは1枚200円でランダムで発売中だそうです。じゃあ、写りも違うんですね。これはもう全部欲しくなるね。これランダムらしいです。1枚だけまだ見せないでおこう。おー、いいじゃん。そんなことする。うまい。ちょっとうまい。じゃあ、分かんない、他の子が見せてるかもしれない。これはランダムなんでして、うんうん、ぜひランダムの方もゲットしてください。ゲットだけですね。これ全然いいね。いつもの生写真とちょっと違うし、ね、なんか、うん、撮影どうでした？楽しかったですか？楽しかった。なんかもうこういうさ、雑誌の撮影みたいなの好きだからさ、うん、雑誌じゃないけど、あ、ね、あのさ、パンフレットにも使われるよね、うん、楽しみ、まだ、ね、さ、いろんなポーズしたじゃん、うんうんうん、だから絶対可愛いだろうなって。いっぱいキスした。え、いっぱいキスしたね。クッキー目つぶったりもしたし、うんうん、すごい楽しみです。パンフレットも楽しみだね。うん、パンフレットは絶対買うよね。買う、欲しいよね。記念ですね。あ、そう、これだよ。あ、そうだ、左上の、左上のバナーからこの辺、この辺にあるこの辺にあの統一引き換えのチケットが購入できます。すごい、すごい、当日機会のチケットが購入できます。なんて素晴らしい、なんて素晴らしいんでしょう。これはぜひね、買うしかないです。ですね。あ、え、まさか、それは何ですか。あ、まだか。違うよ、もうあるじゃん。え、ナナセかわいい。え、待って、ナナセ、え、かわいい。ユナ、こんな脱いだの。え、ナナセ、もう水着。え、グラビアじゃん。え、やばいです、みんなこれ。めっちゃチューしてるやん。チューしちゃった。これ男の人。せーの、じゃーん。なんもない。まだ、私たちも 見てないので。でもかわいい、これキラキラ、ね、これは本当の題材ですか。こちらになるらしいです。キラキラして、ハートが。です。冗談です、今のは。
冗談でした。はい、ぜひ楽しみにしててください。なんかトークテーマください。トークテーマください。パンフレットはおいくらなんですかって。2800円。安っ。2800円。みんないて2800円ですからね。かえ、あ、え、かわいい、すごい、なんかさ羊みたいだね。確かに。あ、いいじゃん。どっか見てる。かわいい、かわいい。え、すごい、かわいい。なんかこれ何なんだ、地球に乗ってんの。いやメルヘンの世界観。かわいい。みんなかわいいね。マリアと同じ髪型なの。そうなんだ、羊の人は。羊の人。かわいい。かわいいです。やっぱグリングリンにみんな巻いてるからね。うんうん、てよ、超羊みたいになってます。確かに、本当だ、下の方で。めちゃくちゃかわいいです、パンフレット。パンフレットのなんかあれを仮原稿みたいな見せていただきましたよ。うん、もうこれはゲットするしかない。サイン入りが当選したら無料。え、いいんですか、そんな無料なんてね。何か無料なの。パンフレット。え、そうなの。ほら、平日公演限定サイン入りパンフレット。すごい。だってなんてこと。特典満載ですね。いっぱいいますもんね。これはもう全日来たくなること間違いなし。間違いなし。ライブパートどうでした。ライブパートどうでした。どうですか。でもなんか。なんかでもいや、これ言っていいのかわかんないですね。何。ここ怖いから。ああ、これはダメ。いいんじゃない。いいんですか。キス縛りの曲って違うか。そうなんですよ。キスライトにかけてね。ああ、はいはい。キスの可愛い曲もあれば。あ、そう、毎日あと瀬戸りが違うんですね。あ、もうファンの人から教えてもらえると思うんです。みんなが嘆いて毎日乗せて楽しそう。本当ですか。楽しいですね。いや、私もでも今日初めて今日リハ参加したから、うんうん、ライブパートのすごい、みんなが瀬戸り毎日違うよって嘆いてたから、うん、今日知ったの。知ってたよ。それはそう、久しぶりになったから。でも盛りだくさんですね。やります。なんてやります。名曲からね。そうですね。8周年記念舞台ですから。はい、8の曲ももしかしたらね、全部じゃないかな。しちゃったりするんじゃないですか。あとはね、新曲やっちゃうのかな。新曲はやらないかな。なんかさすがに。さすがにまだやらないかも。ちょっとまだね。わかりません。踊れない。さすがに踊れないの。踊かれです、うん、踊れません、まだ、ね、難しそうね、リハとかね、うん、笑っちゃったよ、スタッフさん。もうちょっとやります。いいの。いいんですか、本当に。じゃあ、好きな曲。なんとスタッフさんが1曲ネタバレしていいそうですね。大好きじゃん。言っていいんですか。なんと重大発表。なんと、うん、みんなの大好きなチーム8の大名曲、一番名曲といっては過言ではない。って言ったらあれしかないよね。いいです、発表して。あれしかない。天の弱バットを披露させていただきます。やった、大興奮。やるの。はい、天の弱バット
センターは誰でしょうか。ああもう私かもしれない。私かも、マスかもしれないし。いや、アマネジャックバッタのセンターはね、うん、すごい、もう選ばれしセンターですからね、アマネジャックバッタのセンターは。ユウのセンターっていうかある？ある。お、これみんなあるんですか？そういうわけじゃない。そういう感じにして。私ない。ある。ある。え、人によりますよね。そんなことない。わかんないですね、まだ。まだわかんない。そういうあれではない。でもなんかあれだよね、なんか決まってない気がしない、そのだずっと誰ならがセンターってわけじゃない。そう、いやでもアマナジャックバットのセンターはやっぱ誰がじゃすっごい楽しみです。実際誰なんですかね。それで行こうって思う人いるかバッターは元彼ですと似たふりあるよね。本当ですか。えどこある。ない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 です。ないです。15分経ったかな。これは経ったかな。いや、天の弱バット好きな人いっぱいいますからね。そうですよ。銀河劇場はね、天の弱バットの撮影したとこです。え、そうなの。そうだよ。どこ？外。外とか、あの入り口？階段あるじゃん、銀河劇場。え、本当だ。あの室内のとこ？そうだよ。こうやって交差してる。うん、MV の。そうなの。そうだよ。あそこだったんだ。あそこみんなで歩いたじゃん。幕張のイメージしかなかった。幕張行ったっけ。幕張も行ったんだよ。いやー、待って。あ、MV の衣装で踊ってほしいらしいです。あ、まだ着かまった。ちょっと検討します。あの衣装どこにあるんですか。確かに。あの衣装。あの衣装。でも47着くらいあるってことで、確かに見ないとか。じゃ、大事じゃん。卒業公演とかどうですか。行きようかな。あれを持つ読んでる、ね、卒業ドレス。卒業ドレス。卒業ドレスしましょう。いいじゃんじゃない。いいじゃん。いいじゃん。スタッフさんご了承くれます。です。はい。じゃあね、皆さん本当にもう来て損はないです。絶対にもう楽しく帰っていただけます。余韻にも浸れるね。だってライブがあるんだよ、劇場終わった後に。舞台終わった後にもうね、盛りだくさんだよね。盛りだくさんですよ、素敵なことを。だから今週は私たちも頑張らないとね。1週間ないですからね。1週間ない、もうなんとも6日、えぇ、ー、昨日で1週間ですよね。あ、やばい。だってみんな舞台演技できててびっくりしちゃったもん、私だからじゃあ今日の人のランキング見ますかね。はい、これのランキング、これのランキングも、うん、とりあえず、あ、なるほど。13位から。13位全体優勝ルーム。それ12位。10お願いします。13位ミスターミッチさん。12位全体優ショールームアットマーク7レンジャーさん。ありがとうございます。11位ロロ。ロロ。ほぼほぼムーン、あ、ほぼほぼムーンさん、ありがとうございます。あ、失礼。あ、失礼。はい。10位レッドブル KTM チームチャレンジャー8アットマーク関西ろうそく魂さん、ありがとうございます。9位BPM1883、 ありがとうございます。8位幻さん、ありがとうございます。7位くんくんさん、ありがとうございます。6位マサカズアットマークウフフさん、ありがとうございます。5位ジアリングアットマークシンガポールミューディチームエイトさん、ありがとうございます。ありがとうございます。4位チョロアトレイティアットマークユナおかえるおかえりじゃないんだ、おかえるさん、ありがとうございます。3位トワタンアットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。2位 YK アットマークユナちゃんおかえり待ってたよ元気そうでよかったさん、ありがとうございます。はい、ということで1位はキャナイアットマーク7レンジャーさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、
頑張ります明日も。ね、今日は1日でしたから、はい、まだこれからね、はい、あるのでなんかねあるらしいから頑張ります頑張ります。じゃあねバイバーイ。ありがとう。自分たちのもランキングを映ってみますね。ね、13位よもやよもやだ、アットマークド派手にいくぜさん、ありがとうございます。13位たくやんさん、ありがとうございます。12位はタッチアットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。12位ずっこさん、ありがとうございます。11位は香港のキーキーアットマーク7レンジャー、ありがとうございます。10位マーさん、ありがとうございます。9位はよしのりアットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。9位りょうたアットマークとにももんしゆうのおかえりさん、ありがとうございます。8位はゆうさん、ありがとうございます。10位しゅうしんアットマーク超大物みなとりとんさん、ありがとうございます。7位はイッサアットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。7位ロロさん、ありがとうございます。6位はトワタンアットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。6位シンスキアットマークナトリドムさん、ありがとうございます。5位は台湾ゆららし七瀬かわいいゆうなかわいい元気さん、ありがとうございます。5位、うん、5位、うん、5位ダイヤさん、ありがとうございます。4位はシンチアットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。4位 TK 店からアットマークタイのナトリドムさん、ありがとうございます。3位はキャナイアットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。3位はサオーユーアットマークユーちゃん、お帰り会いたかったよさん。2位はパンダアットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。2位イナシアットマーク、いつまでもユーナを彩りました、ありがとうございます。と1位は鍋公式アットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。1位はケットマークユーちゃん、お帰り待ってたよ、ユーソールでよかったさんです、ありがとうございます。バイバーイ、ありがとうございました。バイバーイ。